チェーリはイタリア共和国ラツィオ州ローマ県チェルベーテリに属する分離集落である。町はチェルベーテリから少し離れた業海岸の高地にある。チェーリの歴史は7世紀に作られた小さな集落に遡る。1236年付近のカエルの住民が町を手放して自然から身を守るのにより適したこの地に移ってきた。同時期に安全のために 町の防御用の城が建てられた。新しい町の中心には、新カエレを意味するカエレノブムという名が与えられ、古いカエレの町は区別のために、旧カエレを意味するカエレビタスと呼ばれるようになった。カエレノブムはやがて、ジェイリーに転化し、カエレビタスはチェルベーテリーに転化した。13世紀から14世紀の間、ジェイリーはノルマン人に支配され、 その後はいくつかのローマ貴族の私有地となった。アングイラーラ家、チェージ家、ボロメオ家、オデスカルキ家、最後は今でも大部分を所有するトルローニア家である。土地の重要な広場にはマドンナディチェイリ教会があり、そこは古くはウェイスタ女神の礼拝所があった。1980年の修復中に、 建物の壁に12世紀の旧約聖書のいくつかの場面を描いたフレスコ画が発見された。ありがとうございます。